こんにちは。長い間ケイクワークと共に愛用されてきたロランド社のソフトオンデン TTS-1 が2024年2月に商品記念を迎え、以後のケイクワークには同梱されないことになりました。2023年11月以前に公開されているケイクワークのインストーラーには、まだ TTS-1 が含まれているので、今からケイクワークを始めるのでしたらそのバージョンからインストールして、 起動する際に表示されるアップデート通知を許可してあげれば、ケイクワークはアップデートされ、TTS1 はそれに影響されずに使い続けられます。現に私が使っているケイクワークは2023年10月頃にインストールして自動アップデートを行ってきた TTS1 付きのケイクワークです。TTS1 が使えるようになるもう一つの方法は、この動画の内容になっていますが、 そのケークワークから TTS1 が含まれていない新しいケークワークに TTS1 のファイルだけをコピーしてきて手動的に追加する手法です。まず、古い PC から TTS1 のファイルを USB ドライブにコピーしてきました。TTS1 はここにあります。フォルダーもとコピーしてきましょう。今の映像は最新のケークワークをインストールしたばかりの新しい PC の方のもので、 右上に見える TTS1 というフォルダはさっき USB ドライブを使ってコピーしてきた TTS1 のファイルです。それをまたフォルダ元ここに書き込みます。TTS1 は VST ではなく DXI 形式なため、レジストリにも登録する必要があります。コマンドプロンプトで一入で済みますが、この再管理者権限が必要なので、管理者権限でコマンドプロンプトを開いてから、 このコマンドを入力します。これを忘れるとエラーが発生し、TTS1 は作動しません。以上です。最後にケイクワークを起動して TTS1 の作動を確認してみました。ありがとうございました。